場が進まれて男子の第4位安城学園中野誠さんが出場。女子 100m 競走準決勝はこの後まもなく、どうぞご注目を。後半に男子大阪時は新井君、女子は2回の 5m10 回でプレーしております。
アドリオ上松君のお月から53回目チャレンジです。第1レーン斉藤里乃さん、神楽坂登場の玉石、第2レーン坪井由香さん、天野幸男岡山、第3レーン福田大さん東京高校東京、第4レーン西尾健さん大阪高校、第5レーン西尾健さん大阪高校、第5レーン西尾健さん大阪高校、第5レーン西尾健さん京都高校、第5レーン西尾健さん第6レーン、岩佐久美子さん、広島の広島、第7レーン、東真央さん、豊橋市南愛知、第8レーン、豊永梨沙さん、中部商業沖縄、第9レーン、村山汐路さん、津森学園山形、以上9名によりまして準決勝第2組のスタートです。
女子 100m 競走準決勝は最後の組第3組です。選手をご紹介いたします。来年田村沙羅さん最強山口、第3レーン豊田浦田さん成田千葉、第4レーン中野誠さん安城学園愛知、第5レーン江戸川清和さん東京高校東京、第6レーン川村智美さん盛岡第一岩手、第7レーン宮崎有子さん三井ゆか熊本、第8レーン原田愛菜さん柏中央千葉、第9レーン工藤千佳さん手作り青森、以上8名によりまして準決勝は第3組スタートです。こっちはもう撮ってるんで、ほっといてやったらそっち。
あ、配信するって言ってました。やり投げは配信録画って言ってました。女子走り高跳びの決勝は最後にどんどん行っておりますが、東北高校の西岡さんはこの 1m65 を目指しております。この 1m66 1回目のクリアに入った選手は目下のところを目指しています。メッセージの投手は藤原大の中村さん。私の高跳び荒井君としては日体が配信はしてていいと思います。10分前ぐらいから配信してて。選手、間もなく準決勝のスタートが迎えます。
それでは選手ご紹介いたします。中継所第1組第2レーン渡辺亮君、寸大航空山梨。第3レーン寺島和人君、北海道栄海道。第4レーン増田健人君、佐野栃木。第5レーン坂井優勝君、大阪。第6レーン小池真紀君、福山東京。第7レーン大島健太君、東京高校東京。第8レーン本郷和樹君、随陵愛知。第9レーン戸田克彦君、佐賀学園佐賀。それでは第1組スタートです。今は大丈夫。取れてて、ジャイも取ってくれてて、大阪も取れてます。ハッシュのやり方。
もう見た感じから高校生に見えないですよね。男子ボタン跳びです。惜しくもクリアがありませんでした。5メートル30、奈良県の星野の期待は5メートル20で優勝を決めております。以上で男子ボタン跳び決勝競技終了です。